ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K がブロー撮影に、ロー撮影にね、対応しましたので、そちらをね、ダヴィンチリゾルブ15に入れる方法を教えたいと思います。で、もともとブラックマジックポケットシネマカメラについてきた付属の SD カードについている、ダヴィンチリゾルブ15を入れても、読み込みできないんですね。っていうのは、そのダヴィンチリゾルブ15、のやつは初期の9月ぐらい発売した時に BMPC4K が発売した時に同梱されてたやつなんで、そっから今年になって2019年にブラックマジックロー撮影が対応したので、ダヴィンチリゾルブ自体がアップデートされたやつが SD カードに入ってませんので、そのブロー撮影に対応したダヴィンチリゾルブを入れないとブローは読み込みできませんということで、ですね、こちらの SD カードから入れたやつはね、一回アンインストールしないといけないです。間違えて入れてまったからね、ここでアンインストールしていただきます。こちらアプリケーションとあるので、こちらをね、アンインストール、ゴミ箱に入れてアンインストールしていただきます。ということで、新しいバージョン。SD カードに入ってたやつは 15.1 のダヴィンチリゾルブなんですけど、15.3 がね、ブロー撮影に対応してますので、ブロー撮影に対応したダヴィンチリゾルブを入れないといけません。ってことで、インターネットサイトからダウンロードします。そうですね。ここでダウンロードできますので、ここでダウンロードします。一番下に行くとありますんで。で、有料版が入れれるんで、もともと入ってたね、プロダクトコードで、ダヴィンチリゾルブ入れてると思うんで、それ使って、もう解除ができてる、できますんで、こちらをダウンロードしますね。で、MacOS10 バージョンをダウンロードします。ブラックマジックポケットシネマカメラの箱についてたシリアル番号になりますね。ルブ15、ダヴィンチリゾルブ 15.3 を入れました。ってことで、こちらをね、入れますと、ブラックマジックローが読み込めるようになります。もともと梱包でついてきた SD カードのやつを入れると、ブローは読み込みできないんですけど、ダウンロードしたやつだと最新版がダウンロードできるんで、で、この状態でですね、この状態で、こちらをね、入れますと、このブローですね、拡張子が。ブローの入れますと、このように、はい、読み込むことができます。はい、こんな感じでね。ってことで今回はね、ブローの読み込めるソフトダヴィンチリゾルブを最新版を入れる方法でした。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。はい。